はい、こんにちは。今日は人材育成っていうお話で、褒めることの重要性というお話をしていきます。まあ、ちょっと今日は雑談と言いますか、今回のその褒めることの重要性っていうテーマに関しては、これ自分語りみたいなところなので、ちょっと自身の体験をですね、皆さんに共有なんかもできたらなと思うんですけど、まあ、それはすぐまたお話戻すんですけど、どうです皆さん、ワンショット見てくださってますか？ゲーム実況の方、あれ僕がですね、ホラーホラー怖い怖いっていう風にですね叫びまくってたら、あのゲームをですねやってねって紹介してくれた奥さんがですね、もうホラーじゃないホラーじゃないっていうことを言いまくってくるんですけど、あれ結構怖いっすよ。やられたことがある方だって分かるかと思うんですけど、こうなんかちょっとパソコンを立ち上げたらですね、やっと見つけたかみたいな感じで言ってきて、画面が真っ暗になったりするんですよ。で、知らない間にパソコンが侵食されてて、もう最高ホラーじゃないですか。まあ、ここからゲームがどういう風なこう展開をしていくかっていうのが、まあ、楽しみであるんですけど、すごくこう清く美しいゲームだよっていう風に言われたりしてるんですけど、個人的にいつになったらそれを感じられるのかなっていうのが、まあ、まだまだ疑心暗鬼っていうところなんですけどね。まあ、それはいいとして、ぜひですね、興味ある方はこの動画の他にですね、ゲーム実況っていうのもバイオハザード RE3 と、それから今ワンショットっていうのを進行中ですので、ぜひご覧いただけたらと思います。はい、で今日褒めるっていうのはすごく大事ですよっていう話なんですけど、これは僕自身の体験と、まあ、僕がそのネタを引っ張ってきているコラムと掛け合わせた話になっていきます。日本人っていうのは、その人を褒めるのっていうのはすごく苦手じゃないですか。個性を大事にしましょうみたいなことを言われてるんですけど、やっぱり秀でた人間 の, 頭を杭でバンバン、出る杭をバンバン打ちつけてこう下げていって、 できない人を伸ばすっていうよりは、できない人のレベルまで落としていかせて足並みを揃えさせるっていう、なんか謎の習慣ってのがありますよね。だから一芸に秀でた人たちのことをアスペアスペってすぐに言う人たちもいたりとか、個性を伸ばしてできることに特化しようと思ったら、苦手なことをさせることによって、できることのレベルを高めるってチャンスっていうのを逃していくっていうような、まあ、とかくわけがわからないことを結構させがちだったりしますよね。はい、で、できることを伸ばすチャンスを逃して、できないことをさせて、そのできないことを叱るっていう、まあ、謎の文化が結構こう蔓延しているっていうようなところだと思うんですけど、ツイッターなんかで皆さんもしかしてご覧になったことあるかもしれないんですが、A さんは作業をするのが得意だけど、資料にまとめるのが苦手です。 B さんは作業をするのは苦手だけど、資料にまとめてするのが得意ですってなったら、A さん、じゃ あ例えば欧米型だったら、じゃあ A さんは作業をやってね、 B さんは、資料をまとめてね、そしたら作業効率がすごく速くなるよねっていう風にまとめるんですが、一方で日本人だったら、じゃあ A さんは苦手な資料をやって、 B さんは苦手な作業をやって、そしたら2人とも苦手克服できて、何でもできる完璧な人間になれるよなね、なれるかっちゅうねって話なんですよ。もうそもそもそこに対しての意識が向かないし、モチベーションも高まってないものなのに、いやいやすることによって余計にそれを身につけようなんて思うわけがないと。こういうやっぱり人の心理っていうことをきちんと理解してない人があまりにも多すぎるんで、日本人っていうのは生産性が下がっているとかですね、日本人はその先進国の中でも生産性がそもそも低いなんて言われたりするんですよ。生産性を高めるんだったら、できないものも切り捨てて、できるものだけを特化して一生懸命頑張らせるっていうことなんですよ。だからマルチタスクっていうのは僕は反対してるわけなんですよね。はい、まあ、それはいいとしてですね、はい、で今回は人を褒めないと、その自分自身がやばくなっていってしまうっていうような話になります。はい、でこれは僕自身の体験のもとなんですけれども、僕はですね、小学生の頃からあんまり人から褒められる、なんで今なまったんだなまったんですかね、あんまり僕自身が人から褒められるっていう経験をしたことがないんですよ。今でこそ奥さんがすごいいろんな面で、内面も外見も褒めてくれるので、まあ、心地よく過ごせてるんですけど、残念ながら学生くらいの頃から、社会人のその新人の頃とかまでっていうのは、褒められる機会っていうのはほとんどなかったんですよ。でどちらかというとですね、勉強とかもできて当たり前できなかったんですよ。いじめの動画なんか見ていただけたらと思うんですけど、勉強も人より言葉を覚えるのが遅かったりとかしたんで、残念ながらできない人間だったんですよ。でも小学校4年生5年生くらいから学年トップになるためにはなったんですけど、コツコツ子供チャレンジとか Z 会とかっていうのをやってたんですよ。はい、親がそういう勉強の機会を与えてくれたんでね。はい、
で中学校なんかになったら塾にはどれだけ部活が遅くなっても、遅れていってで終わった後に先生が居残り授業っていうのをしてくれたりとかっていうので家に帰ってくるのは中学生ながら12時とかっていうような生活を繰り返したんですけど、まあ、そのくらい一応努力はしてた人間なんですよ。はい。でところが、まあ、成績とかに反映していくと、まあ、その点が取れて当たり前だよねとかスポーツとかもできて当たり前だよねってむしろ人よりもいい成績を取っているにもかかわらず残念ながら褒められることがないと。例えば90点を取ってもその90点を取ったすごさというよりもあと10点足りないことを指摘されたりとかするんですよ。一方で60点とかしか取れてないような友達とかが今回60点も取れたのか頑張ったなっていう風に褒められるのを横で見ててはぁっていう風にこう個人的には思ってたわけなんですよね。まあその人から褒められたい云々じゃなくてそこに評価の差があることにものすごく腹が立ってたっていうような経験があったりするんですよ。はい。でそれはもしかしたら周りが僕に上を目指してほしいとかもしかしたらその僕自身が上を目指しているように見えていたからかもしれないんですよ。だからこそその10点っていうところを厳しく見られてたかもしれないんですけどおかげでですねじゃあ僕は何をこう精神的に心身的に手に入れることになったかっていうと達成感が得られなくなったんですよ。要は100点を仮に取ったとしても次また100点を取ることに意識を向けなくちゃいけないから今回取った100点やったぜっていう気持ちが全然なかったとかですね、あるいは部活でも、準優勝優勝とかっていうような、まあ、表彰をもらうような、成績を残したとしてももうそれはそれ次の大会みたいな感じになって、まあ、こういうのが多分トップを走るようなプロアスリートの人とかすごい勉強のできる人たちの意識なんでしょうけど僕は残念ながら一般ピーポーというか、まあ、一般人かもしくはそれ以下の人間だと個人的には思っていますので、はい、だから人がすごいなっていうふうに思うことであってもこれじゃダメ不十分もっとやらなくちゃ でどこまでやっていったら一旦区切りをつけてやった自分を休憩与えてあげるとかご褒美を与えるとか満足感をこう持っていいとかっていうのがもうメンタル的にですねわけが分からなくなったんですよ。それは残念ながら今もなんですけどね、はい、っていう風に人から褒められないと達成感を得られなくなったり満足感を得られなくなったりとかどこに幸せを感じていいのかっていうのが結構迷子になっちゃいますよっていう話なのでもしですねこの動画を見られている方の中に子育てをしているとか部下を持っているとか後輩を持っているですね、人たちがいたら定期的にきちんと人を褒めてあげてください。指摘はいらないんです。指摘をするっていうのは本人が一番分かってるんですよ。できてないことっていうのは、はい、それでもしその満足をしているようだったらその部分はいやもっとやれるよっていう風にこう指摘をするんじゃない。どちらかというとその引っ張ってあげるとか後押しをしてあげるために必要なことではあるんですけどもしですね90点を取ってなんか微妙な顔をしてるとかあれば90点を取ってすごいね頑張ったねっていうことをやっぱりきちっと褒めてあげてほしいと。であんまりそのいい意味で取られることってはないんですけどやっぱり褒めるっていう外発的動機づけっていうのはすごく 大事なんですよ。内発的動機づけって言って自分自身のモチベーションを高めるっていうことが結局大事だみたいなことをよく言われたりするんですがとはいえですねやっぱりバランスっていうのが大事なんですよ。全くないと人から何も言われないのに一生懸命やることに何の意味があるのっていういうことになるんですよ。だから一生懸命営業成績とかっていうのを取ってきたとしても社内で褒められるっていうような環境がなかったら何のために仕事をしてるんだろうというふうになるんですよね。はい。単純に売上上げますとかお客様に関わっていきますとかっていうのだけじゃなくてやっぱり一番密にコミュニケーションを取る機会の多い社内の人から何かしらのレスポンスっていうのが欲しいんですよ。でもそれがないんだったらここにいる意味がないって言って結果去っていくと。だから離職率の高い、職場っていうのはコミュニケーションの、回数が極端に少ないかそれか誤ったコミュニケーションの回数が極端に多いかどちらかっていうケースが結構多かったりするんですね。はい。なんかサービス業なんかっていうのは離れるケースが多かったりするけど全然育てられないかどうやってここ間違ってるかっていうのもですねということがありますのでまずはとはいえじゃあ何を褒めたらいいのっていうところから入っていくんですけど、ここは結構難しいポイントになるんですけどもうすでに始まっていることではなくてこれからやろうとしていることこれから始めようとしていることが
ちょっとでもできたタイミングで、あ、もうできるようになったんだ、早いね、すごいねとか、あ、思っていた以上にもクオリティが高いものができてるね、素晴らしいっていう風に褒めてあげようというようなところです。でそこからレベルが上がっていった時に、スタート時にできていたことはもうそれやれて当たり前ですよっていう本人の自覚レベルを高めていくっていうような接し方っていうのをしてあげると非常にいいんじゃないかなという風に思います。ということで、人をきちんと褒めないと、その人自身が達成感や満足感を得られないで、潰れていってしまうと、でどこで、自分は一区切りをつけたらいいのかっていう迷子になってしまうので、そうならないように、あなたが抱えている部下や後輩やお子さんっていうのをしっかりと褒めてあげてください。今日は結構大きなメッセージだと個人的に思っています。これが抜けて、一人の被害者、まあ、僕が被害者っていうのを言い方もあれなんですけど出ていますんで、まあ、でコラム自体もそうやって潰れていった、後輩部下ですとか、あるいは、離職してしまった、後輩部下っていう話がたくさん出ているところから引っ張ってきた話になりますので、そうならないためにもぜひ、人を褒める、これすごく大事です。で褒める自分自身もやっぱりメンタル的にいいですからね、ぜひ実践してみていただきたいというふうに思います。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。ワンショット見てね。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。